美味しいけどちょっと体に悪いかななんて思ったことはありませんか？毎日の食事、何気なく選んでいませんか？今回の動画では健康的な食生活を送るために知っておきたい体に悪い食べ物を8つご紹介します。一緒に健康な体を目指しましょう。1、フライドポテト。フライドポテトはカリカリとした食感が楽しく、ジャガイモの旨味が凝縮されたまさに幸福の味。誰もが大好きな、まさに悪魔の食べ物と言えるでしょう。しかしその魅力的な美味しさの裏には、私たちの健康を蝕む様々なリスクが潜んでいるのです。フライドポテトの一番の問題点は、なんといってもその高カロリーと高脂肪にあります。ジャガイモ本来の栄養価もさることながら、油で揚げることでカロリーと脂肪が大幅に増加してしまうのです。 100g あたりのカロリーはフライドポテトで約300キロカロリー、茹でたジャガイモでは約70キロカロリー、なんと4倍以上のカロリーになるのです。さらにフライドポテトには体に悪影響を及ぼすトランス脂肪酸が多く含まれています。トランス脂肪酸は心臓病や糖尿病のリスクを高めることが知られています。フライドポテトを食べる量が増えれば、それだけカロリー摂取量も増加し、肥満や生活習慣病のリスクが高まります。特に子供や成長期の子供は摂取カロリーの過剰によって肥満や生活習慣病のリスクが高まるため注意が必要です。フライドポテトはジャガイモ本来の栄養価に加え、油で揚げることで糖質も増加してしまいます。糖質はエネルギー源として重要ですが、摂取量が多いと血糖値が急上昇し、インスリン抵抗性を悪化させる可能性があります。インスリン抵抗性とは、インスリンという血糖値を下げるホルモンに対する細胞の反応が悪くなる状態です。インスリン抵抗性が悪化すると血糖値がなかなか下がらず、糖尿病や心臓病などのリスクが高まります。フライドポテトは高温で揚げることでアクリルアミドという発がん性物質を生成してしまいます。アクリルアミドはジャガイモなどの芋類や穀物に含まれるアスパラギンと糖が高温で加熱されると生成されます。アクリルアミドは動物実験で発がん性が認められており、国際がん研究機関 IARC ではアクリルアミドを人に対する発がん性がある可能性があると分類しています。フライドポテトを食べる頻度や量が多いほどアクリルアミドの摂取量も増え、発がんリスクが高まる可能性があります。フライドポテトには食塩が多く含まれていることも問題です。食塩の過剰摂取は高血圧や心臓病などのリスクを高めることが知られています。フライドポテトは塩分濃度が高く、味付けも濃いことが多いです。そのためついつい食べ過ぎてしまい、食塩の過剰摂取につながる可能性があります。フライドポテトは油で揚げることで油が酸化し、過酸化脂質を生成してしまいます。過酸化脂質は悪玉コレステロールを増やし、動脈硬化を促進すると言われています。また油で揚げる際に油の温度が低すぎると油の吸収率が高くなり、カロリーや脂肪の摂取量が増加してしまいます。フライドポテトは高温で揚げることでジャガイモ本来の栄養素が失われてしまいます。特にビタミン B 群やビタミン C などの水溶性ビタミンは熱に弱く、高温で揚げることで壊れてしまいます。フライドポテトはジャガイモ本来の栄養価を生かすよりも油と塩分の多い高カロリーな食べ物になってしまっているのです。フライドポテトは美味しいですが、健康面には様々なリスクが潜んでいます。健康を維持するためには以下の点に注意して食べる量や頻度を調整することが大切です。フライドポテトは高カロリーで高脂肪な食べ物です。そのため食べる量を減らすことが重要です。フライドポテトは週に1から2回程度に抑えましょう。揚げる温度や時間、油の種類を工夫することでアクリルアミドの生成を抑えることができます。塩分を控えめにしたり、ハーブやスパイスを使用したりすることで健康的なフライドポテトにすることができます。フライドポテトと一緒に野菜やタンパク質を摂取することで栄養バランスを改善することができます。フライドポテトは美味しいですが、健康面には様々なリスクが潜んでいます。健康を維持するためには食べる量や頻度を調整し、他の食材と組み合わせて栄養バランスを意識することが大切です。フライドポテトはたまに食べる程度に抑え、健康的な食生活を心がけましょう。2、ダイエット食品。ダイエット食品はカロリーを抑えるために糖質や脂質を大幅にカットしていることが多いです。しかし糖質や脂質は私たちの体にとって重要なエネルギー源であり、不足すると様々な弊害が生じます。糖質不足による弊害。糖質は脳や筋肉のエネルギー源となる重要な栄養素です。糖質が不足すると集中力や体力低下、疲労感、だるさ、イライラしやすくなるなどの症状が現れることがあります。糖質が不足すると体は脂肪を分解してエネルギーを得ようとしますが、その過程でケトン体という物質が生成されます。ケトン体は体内に蓄積されると吐き気や頭痛、倦怠感などの症状を引き起こす可能性があります。糖質が不足すると体は筋肉を分解してエネルギーを得ようとするため筋肉量が減ってしまうことがあります。筋肉量は
基礎代謝を維持する上で重要な要素であり、筋肉量が減ると太りやすい体質になってしまいます。脂質不足による弊害。脂質はホルモンの材料となる重要な栄養素です。脂質が不足するとホルモンバランスが乱れ、生理不順や肌荒れ、髪の毛のトラブルなどの症状が現れることがあります。脂質は細胞膜の構成成分であり、細胞膜の機能を維持する上で重要な役割を果たしています。脂質が不足すると細胞膜の機能が低下し、さまざまな病気のリスクが高まる可能性があります。脂溶性ビタミン、ビタミン A、E、E、K は脂質と一緒に吸収されます。脂質が不足するとこれらのビタミンの吸収が阻害され、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。ダイエット食品に頼りすぎるとこのような栄養バランスの崩れが生じ、健康を損なう可能性があります。ダイエット食品にはカロリーを抑えるために人工甘味料が使われていることが多いです。人工甘味料は砂糖に比べて甘みが強く、カロリーが低いというメリットがありますが、健康への影響が懸念されています。人工甘味料は砂糖と比べて血糖値の上昇が緩やかですが、全く上昇しないわけではありません。血糖値が急上昇するとインスリン抵抗性が高くなり、糖尿病のリスクが高まる可能性があります。人工甘味料は腸内細菌のバランスを乱し、腸内環境を悪化させる可能性があります。腸内環境が悪化すると免疫力の低下や便秘、アレルギーなどの症状が現れることがあります。人工甘味料を頻繁に摂取すると味覚が変化し、本来の甘みを感じにくくなる可能性があります。人工甘味料は甘みが強いので依存性があると言われています。人工甘味料は少量であれば問題ない場合もありますが、過剰摂取は避けるべきです。ダイエット食品には保存料、着色料、香料などの添加物が含まれていることが多いです。添加物は食品の品質保持や風味付けのために使用されますが、健康への影響が懸念されています。添加物の健康への影響。添加物はアレルギーの原因となることがあります。一部の添加物は発がん性があると言われています。添加物は消化器系のトラブルを引き起こす可能性があります。一部の添加物はホルモン異常を引き起こす可能性があります。添加物は食品の品質保持や風味付けに役立ちますが、過剰摂取は避けるべきです。ダイエット食品はカロリーが低いため満足感が得にくいことがあります。満足感が得られないとすぐに空腹を感じ、他のものを食べたくなってしまい、ダイエットが長続きしなくなる可能性があります。ダイエット食品は一時的に体重を減らす効果があるかもしれませんが、長期間摂取し続けると身体が栄養不足の状態になり、代謝が低下する可能性があります。代謝が低下すると太りやすい体質になってしまい、ダイエットが成功しにくくなるだけでなく、ダイエットを中止した際に反動で暴食をしてしまう可能性があります。ダイエット食品に頼りすぎると本来の食事を食べる機会が減り、健康的な食習慣が身につきません。健康的な食習慣はダイエットだけでなく健康を維持する上で非常に重要です。ダイエット食品はカロリー制限や食事制限によって精神的なストレスを生み出す可能性があります。食事制限はストレスの原因となり、ストレスは食欲を増進させダイエットを失敗させる原因となることがあります。ダイエット食品は一般的に普通の食品よりも値段が高い傾向があります。ダイエット食品に頼りすぎると食費が増加し、経済的な負担が大きくなる可能性があります。ダイエット食品を選ぶ際には以下の点に注意しましょう。栄養成分表示をよく確認すると、糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどの栄養成分がバランスよく含まれているかを確認しましょう。人工甘味料の量を確認する、人工甘味料の含有量が少ないものを選びましょう。添加物の量を確認する、添加物の種類や量が少なく体に優しいものを選びましょう。食物繊維が豊富なもの、食物繊維は満腹感を得やすく腸内環境を整える効果があります。食物繊維が豊富なものを選びましょう。味や食感が重要、味や食感が気に入らないと継続することが難しくなります。自分に合ったものを選びましょう。健康的なダイエットのポイント。ダイエット食品に頼らず健康的にダイエットをするためには以下のポイントを意識しましょう。3食バランスのとれた食事を心がけましょう。運動は基礎代謝を上げ脂肪燃焼を促進する効果があります。睡眠不足は食欲を増進させ太りやすい体質になる原因となります。ダイエットは短期間で効果が出なくても焦らず継続することが大切です。ダイエット食品は手軽にカロリー制限ができるというメリットがありますが、健康を損なう可能性も潜んでいます。ダイエット食品に頼りすぎず健康的な食生活と運動を心がけ、無理なく継続できる方法を選びましょう。健康的なダイエットは一朝一夕にできるものではありません。正しい知識を身につけ健康的な食生活と運動を習慣化することで健康的にダイエットを成功させることができます。3、マーガリン。マーガリンの歴史は19世紀後半のフランスに遡ります。当時、フランス政府は
貧しい人々にも安価なバターの代用品を提供するためにマーガリンの開発を奨励しました。マーガリンは植物油を水素添加することで固体化し、バターのような食感と風味を実現したものです。当初マーガリンはバターの安価な代替品として歓迎されました。しかしその後マーガリンの健康への影響が懸念されるようになり、様々な議論が巻き起こるようになりました。マーガリンが体に悪いと言われる最大の理由はトランス脂肪酸を多く含んでいることです。トランス脂肪酸は植物油を水素添加する過程で生成される人工的な脂肪酸です。トランス脂肪酸は体内で悪玉コレステロールを増やし、善玉コレステロールを減らす効果があります。そのため心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めるとされています。さらにトランス脂肪酸は体内の炎症を促進し、免疫力を低下させる可能性も指摘されています。マーガリンにはトランス脂肪酸以外にも様々な添加物が含まれています。マーガリンの主原料となる植物油にはパーム油、大豆油、菜種油などが使用されます。これらの植物油は生成過程で栄養価が失われているだけでなく、遺伝子組み換え作物由来のものも含まれている場合があります。マーガリンは水と油を混ぜ合わせるために乳化剤が使用されます。乳化剤にはレシチン、グリセリン脂肪酸エステル、諸糖脂肪酸エステルなどが使用されます。これらの乳化剤はアレルギーや消化器系のトラブルを引き起こす可能性があります。マーガリンはバターの色に似せるために着色料が添加されます。着色料にはカロテン、ビタミン、A などが使用されます。これらの着色料は体への影響が懸念されています。マーガリンはバターのような風味を出すために香料が添加されます。香料には天然香料と合成香料があります。合成香料は体への影響が懸念されています。マーガリンは腐敗を防ぐために保存料が添加されます。保存料にはソルビン酸、安息香酸などが使用されます。これらの保存料は体への影響が懸念されています。マーガリンはバターの代用品として様々な料理に使われていますが、健康面を考慮すると他の代替品を選ぶ方が良いでしょう。バターはマーガリンに比べてトランス脂肪酸を含んでいません。しかし飽和脂肪酸を多く含むため食べ過ぎには注意が必要です。オリーブオイルはオレイン酸を豊富に含む健康的な油です。サラダや炒め物など様々な料理に使用できます。ココナッツオイルは中鎖脂肪酸を豊富に含む油です。代謝を促進し脂肪燃焼を助ける効果が期待できます。アボカドは良質な脂質と食物繊維を豊富に含む健康的な食材です。そのまま食べても美味しいですし、料理にも使えます。マーガリンを選ぶ際にはトランス脂肪酸の含有量に注意しましょう。トランス脂肪酸の含有量は食品表示で確認できます。トランス脂肪酸がゼロのマーガリンを選びましょう。トランス脂肪酸の含有量が 1g あたり 0.5g 以下などの基準を満たしているマーガリンを選びましょう。マーガリンはトランス脂肪酸を多く含むため健康面を考慮すると摂取量を控えるべきです。マーガリンを食べる頻度を減らし週に1から2回程度にしましょう。マーガリンを食べる際は少量ずつ食べるようにしましょう。マーガリンを食べる際は他の食材と組み合わせて食べるようにしましょう。健康的な食事を心がけ健康的な生活を送るようにしましょう。マーガリンは私たちの食生活に深く根ざした食品ですが、その健康への影響については改めて考えてみる必要があるでしょう。4. コンビニ弁当。コンビニ弁当の何が体に悪いのか。コンビニ弁当は一般的に以下の理由で体に悪いと言われています。コンビニ弁当は味が濃い味付けがされているものが多く、塩分過多になりがちです。塩分を取りすぎると高血圧や心臓病、脳卒中などのリスクが高まります。コンビニ弁当はご飯やパンなどの炭水化物が多く、糖質過多になりがちです。糖質を取りすぎると肥満や糖尿病、脂質異常症などのリスクが高まります。コンビニ弁当は揚げ物や炒め物など脂質が多い料理が多いです。脂質を取りすぎると肥満や動脈硬化、心筋梗塞などのリスクが高まります。コンビニ弁当は肉や魚などのタンパク質源が少ないものが多く、タンパク質不足になりがちです。タンパク質は筋肉や臓器の維持、免疫力の向上に必要不可欠な栄養素です。タンパク質不足は筋肉量の減少、免疫力の低下、疲労感、集中力の低下、肌荒れなど様々な健康問題を引き起こす可能性があります。コンビニ弁当は野菜不足になりがちです。野菜にはビタミンやミネラルが豊富に含まれており、健康維持に不可欠です。ビタミン、ミネラル不足は疲労感、肌荒れ、免疫力の低下、貧血など様々な健康問題を引き起こす可能性があります。コンビニ弁当には保存料や着色料、香料などの添加物が多く含まれています。添加物は身体に悪影響を及ぼす可能性があります。コンビニ弁当に使用されている食材は価格を抑えるために質の低いものが使われている場合があります。例えば肉はパサパサしていて
味が薄いものが使われていることがあります。また野菜は鮮度が低く栄養価が低いものが使われていることがあります。コンビニ弁当ばかり食べていると食生活が乱れがちになります。食生活が乱れると肥満や生活習慣病のリスクが高まります。コンビニ弁当は健康面への影響が懸念される一方で忙しい現代人にとって非常に便利な存在です。コンビニ弁当を選ぶ際に以下の点に注意してより健康的な食事を目指しましょう。栄養成分表示をチェック。高血圧予防のため塩分量が低いものを選びましょう。血糖値の上昇を抑えるため糖質量が低いものを選びましょう。肥満予防のため脂質量が低いものを選びましょう。筋肉量を維持するためにタンパク質量が豊富なものを選びましょう。その他のポイント。コンビニ弁当は一般的に野菜が少ないためサラダや野菜を追加してバランスの良い食事を心がけましょう。添加物の量が少ない自然な素材で作られたものを選びましょう。肉や魚は新鮮で味が良いもの、野菜は鮮度が高く栄養価の高いものを選びましょう。コンビニ弁当は毎日食べるのではなく週に何回食べるか決めて他の食事とバランスを取りましょう。コンビニ弁当は健康面への影響が懸念される一方で工夫次第で健康的に食べることも可能です。コンビニ弁当にサラダやヨーグルト、果物などを追加して栄養バランスを改善しましょう。コンビニ弁当のご飯は量が多いことが多いです。ご飯を半分にして残りの分はサラダやスープなどを追加しましょう。時間があれば自分で弁当を作りましょう。自分で作ることで食材や調味料を自由に選べ健康的な弁当を作ることができます。コンビニ弁当ばかり食べるのではなく外食を減らし自宅で食事をするようにしましょう。コンビニ弁当は手軽で便利な一方で健康面への影響が懸念されます。コンビニ弁当はあくまでも食事の選択肢の一つとして捉え他の食事とバランスを取りながら健康的な食生活を送るように心がけましょう。炭酸飲料。炭酸飲料はその爽快感から多くの人々に愛されていますが健康面への影響が懸念されています。炭酸飲料の主な健康リスクは以下の通りです。砂糖や果糖が大量に含まれており過剰摂取は血糖値を急上昇させインスリン抵抗性を高めることで肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣病のリスクを高めます。糖質に加え脂肪も含まれているものが多くカロリー過多になりがちです。炭酸飲料は酸性であるため歯のエナメル質を溶かし虫歯のリスクを高めます。砂糖は口内の細菌の餌となり歯垢を形成し虫歯を悪化させます。リン酸を含む炭酸飲料はカルシウムの吸収を阻害し骨を弱くする可能性があります。人工甘味料は血糖値を急激に上げないものの脳が甘いと認識しインスリン分泌を促します。このため代謝が乱れる可能性が指摘されています。一部の人工甘味料や添加物は腸内細菌のバランスを乱し腸内環境を悪化させる可能性があります。炭酸飲料には利尿作用があり過剰摂取は脱水症状を引き起こす可能性があります。不眠、心悸亢進、不安感などカフェイン過剰摂取による様々な症状を引き起こす可能性があります。成長期の子供は大人に比べて炭酸飲料の影響を受けやすく肥満や虫歯のリスクが高まります。妊婦は胎児への影響を考慮し控えることが望ましいです。高齢者は脱水症状のリスクが高いため注意が必要です。糖尿病患者は血糖値をコントロールするために糖分摂取を控える必要があります。高血圧患者は塩分摂取を控える必要があるため塩分が含まれている炭酸飲料は避けるべきです。腎臓疾患患者は水分制限が必要な場合があり炭酸飲料の摂取は制限されることがあります。健康的な飲み物の選び方。水は最もシンプルで体に良い飲み物です。お茶は緑茶、紅茶、ハーブティーなど様々な種類のお茶があります。炭酸の爽快感を味わいたい場合は無糖の炭酸水がおすすめです。 100% 果汁ジュースは果物本来の栄養を摂取できますが糖質も高いため飲みすぎには注意が必要です。豆乳、カルシウムやタンパク質が豊富で健康的な飲み物です。炭酸飲料はその爽快感や手軽さから人気がありますが健康面への影響を考慮しできるだけ控えるようにしましょう。健康的な生活を送るためには水を中心に様々な種類の飲み物をバランスよく摂取することが大切です。6、加工肉。加工された肉類、例えばソーセージ、ベーコン、ハム、サラミといった食品は私たちの食卓に欠かせない存在です。その手軽さと美味しさから日常的に食べている人も多いでしょう。しかしこれらの加工肉が健康に与える影響について多くの研究が注意を促しています。まず加工肉がどのように作られるかを知ることが重要です。加工肉とは保存性や風味を高めるために次のような処理を施した肉製品を指します。塩漬け、燻製、発酵、化学的な保存料の添加。これらの加工方法により
食品の保存期間が延び、独特の味わいが生まれます。一見便利で美味しい食品ですが、体への影響を考えるとき、これらの加工が健康に悪影響を及ぼす可能性があるのです。加工肉が体に悪いとされる最大の理由は、その発がん性リスクです。2015年に WHO 世界保健機関の外部機関である IARC 国際がん研究機関は、加工肉をグループ1の発がん性物質と分類しました。これは喫煙やアルコールと同じグループに位置づけられるほどのリスクがあるということです。加工肉に含まれる発がん性物質には次のようなものがあります。亜硝酸塩、加工肉の色合いを鮮やかに保つために使われる保存料ですが、体内でニトロソアミンという発がん性物質に変化する可能性があります。多環胞鉱族炭化水素 PAHS、 燻製の際に生成される化学物質で、これも発がん性が指摘されています。 M 鉄、赤身肉に含まれる鉄分の一種で、大量摂取すると腸内の細胞にダメージを与え、発がん性物質を作り出すことがあります。加工肉には塩分や飽和脂肪酸が多く含まれています。これが心臓病や高血圧のリスクを高める原因となります。加工肉に含まれる塩分は非常に多く、摂取しすぎると血圧が上がり、心血管疾患のリスクが高まります。例えばベーコン2枚には1日の塩分摂取量の約 15% が含まれています。ソーセージやハムに含まれる脂肪の多くは飽和脂肪酸で、これが地中の悪玉コレステロール LDL の値を上昇させ、動脈硬化を引き起こします。加工肉を頻繁に食べる人は2型糖尿病の発症リスクが高まることが知られています。これは加工肉に含まれる添加物や塩分がインスリン感受性を低下させることと関連があります。塩分や保存量が血糖値を調整するホルモンであるインスリンの働きを邪魔し、血糖値が上がりやすくなります。加工肉の摂取は腸内の悪玉菌を増やし、これが糖尿病リスクに影響を与えることも報告されています。加工肉はカロリーが高く、塩分や脂肪も多いため、肥満につながりやすい食品でもあります。特に以下のような影響が懸念されています。摂取カロリーの増加、ソーセージやサラミなどは少量でも高カロリーのため、日常的に摂取すると肥満の原因になります。添加物の影響、保存料や人工的な味付けは消化器系や肝臓に負担をかけ、長期的に健康を損なう可能性があります。加工肉の摂取量を減らす方法、加工肉を完全に避けることが難しい場合でも、摂取量を減らす工夫をすることは可能です。代替品を選ぶ、鶏肉や魚、豆類などの未加工の食品を選ぶことで健康的な栄養を摂取できます。摂取頻度を見直す、毎日食べるのではなく週に1から2回程度に控えましょう。自家製で作る、保存料や添加物を使わずに自分でハムやソーセージを作る方法もあります。加工された肉類は美味しく便利ですが、体に悪い影響を与える可能性がある食品です。その理由として、発がん性物質の含有、心臓病や糖尿病のリスク増加、肥満の原因になることが挙げられます。これらを踏まえ、健康を維持するためには加工肉の摂取を控え、より自然な食品を選ぶことが重要です。菓子パン、ふわふわの食感がたまらない菓子パン、コンビニやスーパーで手軽に手に入るため、朝食やおやつとして頻繁に食べる方も多いのではないでしょうか。しかし、その美味しさの裏には、私たちの健康を脅かす様々なリスクが潜んでいます。菓子パンの主な成分は小麦粉、砂糖、バター、ショートニング、卵などです。これらの材料から作られる菓子パンは見た目が華やかで食欲をそそりますが、栄養バランスが非常に偏っています。菓子パンはカロリーが高く、糖質と脂質が豊富ですが、タンパク質やビタミン、ミネラルといった体に必要な栄養素が不足しています。含まれる糖質は血糖値を急上昇させ、インスリンの分泌を促します。特にトランス脂肪酸は心血管疾患のリスクを高めることが知られています。菓子パンが体に与える影響、高カロリーな菓子パンを頻繁に食べるとエネルギー過多になり、肥満の原因となります。血糖値の急上昇はインスリン抵抗性を引き起こし、糖尿病のリスクを高めます。トランス脂肪酸は動脈硬化や心筋梗塞などのリスクを高めます。タンパク質、ビタミン、ミネラルが不足することで様々な健康問題を引き起こす可能性があります。糖質や酸によって歯を溶かし、虫歯の原因となります。
菓子パンを完全に禁止する必要はありませんが、より健康的な選択肢を選ぶことが大切です。全粒粉パンは食物繊維が豊富で、血糖値の上昇を緩やかにします。手作りパンは砂糖やバターの量を調整し、ヘルシーなパンを作ることができます。フルーツは自然な甘みと栄養が取れます。ナッツは健康的な脂質と食物繊維が豊富です。菓子パンは手軽に食べられる魅力的な食品ですが、栄養バランスが悪く、健康に悪影響を与える可能性があることを覚えておきましょう。たまに楽しむ特別なご褒美として、適量を食べる分には問題ありません。しかし、毎日のように菓子パンを食べることは避け、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。8. ラーメンやハンバーガー。ラーメンやハンバーガーなどのジャンクフードは、手軽に食べられる上に美味しいので、私たちの日常生活に欠かせない存在になっています。忙しい時のランチやちょっとしたご褒美として楽しむことも多いでしょう。しかし、これらの食品には健康に悪影響を及ぼす要因が潜んでいます。ジャンクフードとは、手軽に食べられるけれど栄養価が低く、カロリーや脂肪、糖分、塩分が多い食品を指します。ラーメンやハンバーガーもその代表格です。ラーメンは麺、スープ、トッピングからなり、高塩分、高脂肪。ハンバーガーはパン、パーティー、ソースの組み合わせで高カロリー。美味しさの裏には、健康に良くない成分が多く含まれていることがわかります。ジャンクフードの大きな特徴は、カロリーが高いことです。ラーメンやハンバーガーは、美味しさを追求するために大量の油や調味料が使われており、1食で500から1000キロカロリーを超える場合もあります。ラーメン豚骨味、トッピング付き、800から1000キロカロリー。ハンバーガーポテトコーラのセット、1000キロカロリー以上。これらを頻繁に食べると、摂取カロリーが消費カロリーを上回り、脂肪が体に蓄積されて肥満につながります。ラーメンのスープやハンバーガーのソースには非常に多くの塩分が含まれています。塩分の摂りすぎは次のような健康リスクを引き起こします。塩分は血圧を上昇させる原因となり、高血圧のリスクを高めます。塩分の過剰摂取は腎臓に負担をかけ、腎機能の低下を招く可能性があります。塩分量の例、ラーメン1杯6から8グラム以上、1日の推奨摂取量の約半分以上。ハンバーガー2から3グラムセットメニューにするとさらに増加。ラーメンのスープやハンバーガーのパティ、揚げ物、フライドポテトなどは脂肪分が多いことで知られています。ラーメンのスープやハンバーガーの肉には飽和脂肪酸が多く含まれています。これを過剰摂取すると以下のリスクがあります。動脈硬化、悪玉コレステロール LDL の増加によって血管が硬くなります。心疾患のリスク、動脈硬化が進行することで心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。ジャンクフードは炭水化物、糖質と脂質に偏った食品で、タンパク質やビタミン、ミネラル、食物繊維が不足しがちです。栄養バランスの問題、炭水化物は血糖値を急激に上昇させ、エネルギーの急降下を招く。脂質はエネルギー型による肥満の原因に。不足する栄養素、野菜や果物に含まれるビタミン、ミネラル、食物繊維。ジャンクフードを食べると一時的には満腹感を得られますが、栄養不足の状態が続くため、疲れやすくなったり、肌荒れが起こったりする可能性があります。ラーメンやハンバーガーには保存料、増粘剤、人工調味料などの添加物が多く使われています。これらの添加物は以下のようなリスクを伴います。腸内環境の悪化、添加物は腸内の善玉菌を減少させ、便秘や下痢を引き起こします。アレルギー症状の悪化、一部の添加物はアレルギー体質の人に症状を悪化させることがあります。長期的な影響、頻繁に摂取すると肝臓や腎臓に負担をかける恐れがあります。フライドポテトや揚げ物に使われる油にはトランス脂肪酸が含まれている場合があります。トランス脂肪酸は以下の健康リスクと関連しています。心臓病リスクの増加、悪玉コレステロール LDL を増やし、善玉コレステロール HDL を減らす。肥満や糖尿病、分解されにくいため体内に脂肪として蓄積されやすい。ジャンクフードはつい食べ過ぎてしまうように設計されています。味付けや食感が刺激的で満足感を得やすい反面、脳がもっと欲しいと感じやすい特性があります。糖質脂質の組み合わせ、脳に強い快感を与え食欲を抑えにくくする。旨味成分の多様、
満腹感を感じにくくする。結果として食べ過ぎてしまい、肥満や栄養の偏りにつながります。ラーメンやハンバーガーを完全にやめるのは難しいかもしれませんが、次のような工夫で健康への悪影響を減らすことができます。野菜を追加。ラーメンやハンバーガーに野菜を加えることで栄養バランスを改善できます。スープを残す。ラーメンのスープには塩分が多いため、飲み干さないようにしましょう。自宅で作る。手作りすれば塩分や脂肪の量をコントロールできます。頻度を減らす。ジャンクフードは週1回程度の特別なご褒美にとどめましょう。ラーメンやハンバーガーは美味しくて手軽ですが、カロリー、塩分、脂肪分、添加物の過剰摂取を招きやすい食品です。頻繁に食べることで肥満、高血圧、糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病のリスクが高まる可能性があります。たまに楽しむ特別な食事として取り入れ、普段は栄養バランスの取れた食事を心がけることが大切です。健康的な食生活を意識しながら、ジャンクフードも適度に楽しみましょう。いかがでしたか？普段何気なく口にしている食品の中に、実は私たちの体を蝕んでいるものがあるかもしれません。今回ご紹介した食品以外にも、加工食品や添加物が多い食品はできるだけ避けるように心がけましょう。健康的な食生活を送るためには、バランスの取れた食事を心がけ、旬の食材をたっぷり摂ることが大切です。ご自身の健康のために、ぜひ食生活を見直してみてください。